ガオちゃんの西成チャンネル。どうも西成くんスキマス芸人ライオンうどんガオちゃんです。ガオ、おはようございます。おはようございます。女と男市川さんと和田さんです。お願いします。まあ、今日は、はい、他でもない、奈良県にちょっとねいただいてめっちゃ美味しくなってハマった、はい、そうめんの、三輪そうめんの池里さんの直営店の、はい、千住亭さんというお店でちょっとそうめんをガチでいただこうかなと思って。なかなかそうめんをいただくことないですよね、はい、お店でね。はい。で、ちょっとせっかくタイミングもね、なんか今日急遽。はい。そっか、そうめんを向こうで食べるんや。はい、そうなんですよ。それで、慣れしに行くねんし。僕でも奈良のそうめん全部吸い尽くすんで。今日そうめんなくなる日ですね、はい。はい。奈良からそうめんが消える日にする。はい。市川さんの車で、はい、まあ夏休み、ちょっとした夏休み、そうですね、はい、気持ちはよろしくお願いします。一応行きが僕運転します。帰りが王ちゃんとかだちゃんが、その確認いりませんよ。これコラボチャンネルやから、女と男チャンネルのほぼ同じ映像が映ってて、はい、それではちょっと、いやもうカメラ切ろう切ろうですよ、すぐお願いいたします。ちょっと切ろう切ろうとしてるやん、また高速イン。聞いてなかった。夏のこの白い入道雲的なのがいい。ドライブは楽しいね。わ、捕まってますわ。うわ、このほんまに夏の雲。冬の雲最高でございます。奈良へ、ゴー！って言って、この、雲が。どうですか？いや、やっぱり奈良感出てきたね。エナジー。夏やねー。いるか、そのか。じゃねえかと。桜井市に入ってどんどんそうめん屋が、そうめんで相撲の発祥地、相撲神社あったり。あ、で相撲神社行ったん一回。ほんまに日本の原風景が広がる、うん、やっぱ淡路島とか奈良とかの原風景って感じじゃない、うん、この空気感。三輪そうめん茶屋池里の千住亭。千住亭出てきましたね。これですね、これ見せる。はい、直営店。やっぱほんまそうめん王国やし、うん、三室っていう、まあ三室杉って日本酒あったりとか、うん、いろんな産業が、やっぱりなんか、あれなんですかね。あるね。こう、え、そうなん？奉納するような産業とか多かったんじゃないですか。まあ確かに、卑弥呼の町って書いてるもん。はい。さあ、着きますよ、まもなく。よっしゃ。あ、でかっ！ほら、見ますと見てよ。すごっ！これか、これが工場。これ工場、え、どこにある？先日定食。あれ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 。あるんじゃない？よくある、これ。あ、ここか。え、どれよ。いや、あれあれ、あ、取りすぎました。取りすぎた。はい、よいしょ。着いたよ。うわ、ええとこ。いや、夏ですな。夏の奈良です。田舎でございます。すごい豪華な、うわ、虎もめっちゃいいですな。西成チャンネル。ウミナスのやつとかもいいっすね。そうやな。なんか乳麺食べたなりますね。いや、まあまあ決めた俺。冷やしそうめん天ぷら付き1つ。はい、2つ。絞りゆずそうめん1つ、はい、天ぷら乳麺1つ。乳麺、はい、大盛りでも、はい、大盛りで、はい、かき混ぜし、おにぎりにします。はい、さまいます。西成から奈良へ、空気感変わりますね。変わるね。ちょっと旅館みたいな、こういう、うん、お金持ちの親戚の家行ったみたいな。そうそうそう。お、電池すいません。うわー、すごい。そうですね。すごい。天ぷらとそうめん同じお出汁で。あ、天ぷらそうめん同じお出汁で。マッチですやん、ちょっとした。え、マッチやな、ほんまに。桜井市や。エビ1個もらっていい？なんでな。絞りゆずそうめん。あ、はい。エビ。美味しそう。涼しげな色ですやん。これ何でしたっけ？白、これ何でしたっけ？卵、白卵抹茶です。抹茶、ありがとうございます。ほら、食べましょうか。格式感じますね。うん、いいですか？いただいてお先に。いただきます。サメ打ちいただきます。いいの？え、サメ打ちって言って、サメヘ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 、しっかり拾いました。ありがとうございます。エビ1個もらって。あかんって、だからエビ1個しかないんですか。あかんやろ、俺何食べんねんな。あ、来た。あ、来た。おー、すごい。おー、ニューでかっ。え、でっか。エビ2個。エビ2個ある。でっか。大盛りやからか。美しい、マジで。何でも買って、そうめん行かせてもらいますね。いただきます。細い湯だ。いや、細い。うん、太っ。そういう、なんなん、感想。第一感想。めちゃくちゃ美味しい。見た目からしても
あ、ほんまや、きれい。めちゃくちゃ美味しい。いただきます。さらっといくね、さらっと。これ、ブラシにいけるタイプや。うん、美味しい。いただきまーす。いただきまーす。おいしい。うん、まっ。全然ちゃう。水入れてみよう。だしもうまい。卵うまっ。美味しい。これ、えぐいな、やっぱり。そう。うん、うまっ。めちゃくちゃうまい。ゆずのそうめん、うまっ。麺うまっ。なあ。麺、うん。あの、そうめん。そうめんってやっぱ、プロの人が湯がいたやつと全然ちゃうねん。全然ちゃいますね。なあ。あったかもあれやったら。あ、いかん。うん。全然ちゃうわ、そうめん。細くない？そうめん。うん。ほんと細いっすよね。うん。なんか、言い方ってよくわからへんけど、今までで一番そうめん好きなの。うん。別の夫婦としては思うけど、そうめん食べたいってなかなかなれへんけど、ここで食べたいってなんな。こんだけやってくれてるから、言ったらもうちょっと、なんていうんですかね、舟盛りというか、うん、まあ午前っていうのはまた。めっちゃうまい。もうそうめんの、あれをしたわけ。これ、そうめん常識違いします。めっちゃうまっ。僕ら。これはもう無言で食べてまうで。滝の外しちゃった。僕初めて食べます、滝の外し。うん。うん。うまっ。うまっ。うん。幸せになりますね。うまっ、ほんまに。いや。だって海外の友達おらへんけど、海外の外国人の友達連れてきたんおらへんけどな。あれだよね。うん。おらへんやん、そんな願望、湧き上がってくるんですか。これが。でも中国人の友達おらへんけど、じゃおらへんのにその願望を湧き上がるのやめてくださいよ。これがジャパニーズよっていうのを、そうそうそう。教えてあげた。おらへんけど。いや、おらへんことで、ようそんな湧き上がってきますわ。ガオちゃんは誰か連れてきたい。これ連れてきたいですね。はい、いや、お世話になった人連れてきたりする。誰トルコ人の。うん。え、女知り合いの。いや、おらへん。おらへんか。天ぷらいただくわ、絶対食ってください。いいの絶対食ってください。いいの食ってください。いいの食ってください。お茶、ほんまに。おいしい。うん。サクサクのプリンプリン。えげつまこの。おいしい。天ぷらもすごいね。うん。おいしい。これ、エビ天として結構天井叩いてますよ。うん。旅行やん。これ、ゆずつける、うん、旅行やん。街中でも天ぷらじゃん。めちゃくちゃゆずが美味しい。天ぷら一本でもいけるぐらい。うん。え、あんたがやんの？俺がやらん。商売やらん。これも明らかにうまいんですね。明らかにうまいんです。何が違うかわからんのにうまいな。うん。でも、そうめんもだいぶええやつで言うから。おにぎりを食べて、このスープを流し込むセルフお茶漬け。もちろんテレビで見てて、歌手の人って歌うまいじゃないですか、うん、がバーとかで歌ってたらえげつなってなるじゃないですか、うん、あの感じでしょうねぐらい圧倒的にうまいですね。うん、そうめんで便利やわ。すべてあってそうめん食べたらなくなるの。すべてますか。流しそうめん。それがあ、うまい。あ、うまい。流し冒険、流し冒険麺。いや、幸せです。天ぷらやばいですよね。天ぷらやばい。おうちゃん、すごいな。おにぎり3つと、柿の味し1個と、そうめん大よ。まだまだいけるもんな。そっか、6束食べる人やったら。そうそう、一気に6束食うから。やっぱ、これ、ちゃうわ。ほんと、あの、細さがいいんで、うん、ぜひ、ほうさん。乳麺なんか、家でしたら、ほんま、大したことないんで。難しいな。難しい。うん、じゃあ、この出汁、ええ出汁やわ。皆さん、完食です。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。すごい。贅沢な時間。石成チャンネル。ガオちゃんがよく食べれてる情報がちょっとだいぶ回ってますよこれ。ご褒美で。六束一気に食べる。細さが違いますけど何なんですかね。なんでこんな重いんですか。家で食べるのも違いますね。麺の細さがもう全然違いますよね。全然違いますね。はい。それだと茹で時間とかもちろんあるんですかね。火力も違うから。そうか。何分とかって書いてるけどガスで一気に行くからやっぱりその火の強さもある。大きな釜とか湯量もあるし。そうそう、湯の量も。水もいいんちゃいます。いや、もう。で、ここのお米グラムが35束で入れてるので、うん、中まで芯がすぐに動けるっていうのが、いろいろな麺を総合して美味しく召し上がっていただけるという、はい、ちょっと召し上がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。うまっ。
キュウリもこだわってるで。キュウリのこの切り方。えぐいね。キュウめっちゃうまい。汁がめちゃくちゃ濃い。すいません。もう一個いただいてもいいですか。そうやな。これ多分パッと取れるやんな。それ出してるんですか、当然。そうです。私、トマトラーメン。トマトラーメン。ちょっとです。当たりです。そう、ちょっと一口いただいていいですか。出た。これがトマトのスープと、くるみのプレーンのやつです。トマト、ちょっとトマトそうめんとか。そうそう、パスタがある。めっちゃ人食べれか。おいしい。どう？うん。うまい。これこそ、あの、おれへんけど、外国人の友達に買ったら差し上げたいな。これ、やわらんのかい。これ自体もだいぶうまい。だいぶうまい。くるみはどんな感じ？めっちゃくるみ、香ばしさがあるっていうか。あ、うまい。あっさりしてる。クリーミー。クリーミーやけどめっちゃあっさり。食べやすい。トマトのちょっと香ばしさありますよね。え、それぞれ良さが。これ、そんなくるみなことあります？それあるのよ。そんなくるみな話は。だね、聞いて最初に。うん、あったかな。なんかね、さーって入ってきますね。そうそう、あったり。ごまだれみたいな感じかなと思ったら、また違う。言うてたか、言うてたか。口の中が味変されて、そのあっさりなやつ次食べてみる。これ一回戻してみます、普通のやつ。戻してみる、めちゃくちゃうまいね、また。そんな戻したからって、うまいって話が。あるんかい。おいしい。これやっぱちょっとまた終わったかも。マジでおそうめんの考え方が変わった。変わる。だからなんかそうめん年に一度おそうめん楽しむかな。いやほんまに年に、いやそれ普段は家で食べてもらって、うん、年に一回食べに来るのもいいかもしれない。夏は一回元気出したいのに。くるみがトマト刺したかもしれないです今。ああそう。くるみも伸びてきました。一口でやるそうめん。ラストそうめん。ラストそうめん。うん、うん、ずっとうまい。ありがとうございます。西成チャンネル。そう、メニューです、めっちゃうまい。フローランタン、おいしい。フローランタン初めて。パリパリ、うん、おいしい。うまおいしい、フローランタン。いや、やっぱり水と風と空気の良さ、カルト空気してたの。それは市川さん、言っちゃダメですよ。いや、幸せやな、これは。すごい。でも、ちょっと、うまっ。どうしよう。なんか、あれですね。料理プロデュースする人、めっちゃうまい人いる可能性ありますね。和田さんの和は、和風の和ですもんね。はい。はい。確かにでしょう。確かに。西成チャンネル。ごちそうさまでした。ありがとうございます。スケリーのそうめんの、千住亭さん、はい、あのいつも食べてるそうめんをそうめん屋で食べて、はい、かなりうまかったですね。いやこれほんとすごいですね、そうめんって、はい、気持ち高まりましたね。ほんまにすごい。なんていう、まだ夏してないなと思ったよ、うん、こんな毎日は。はいはいはい、確かにね。このおそうめんと、うん、ああいうスイーツで涼しむって素敵やなと。めっちゃ夏したっすね、うん、しました。で、奈良にそうめん食べに来るっていう文化。はい、これ絶対正解。これ言いましてますね。言いました。これ言いたい。もう一回家帰ってみるもん。んで、やっぱりこの街の、この空気、まあ、セミも鳴いてますし、うん、こう、三輪の山があり、神社あり、風があり、水があり。この風土が全部詰まったそうめんという感じで。はい。素晴らしい。でもなんか、そうめんもいっぱい食べさせていただきました。はい。幸せで、幸せの夏となりました、はい。流したくないよね。流しそうめんとは言いますけども。ね、素晴らしい。この日本の夏、奈良の夏、そうめんの夏。はい。ごちそうさまでした。ちょっとなんか伝えきれてるかどうかわかんないぐらい。あれですけど。映像見てもわかりますね、はいはい。はい。美味しかったです。それでは、はい、奈良ちょっと軽く楽しんで帰りたいと思います。ありがとうございました。はい、さんの久々運転。左ですね。今からちょっとこっちか。ちょっとモナカを食べに。モナカを買います。あ、さあ、待て、大鳥近くだ。大宮神社の大鳥。あれあれあれ。あれが。あれやけど。そしてでもいろいろありそうですよ。わ、大鳥居入ります。ちょ、待って、どうしたらいい？来ました、大鳥居。これは、なんか、気持ち高まりますね。あそこにモナカがあるみたい。世界観すごいなぁ。ほんまに、奈良に来たらなんか日本の原点というか原理を感じますね。いや、マジで奈良いいよな。奈良いいっすね。なんかまた関西でも一個独特の空気感というか。三室寺さん、三室英治なんですか。やばいやね、気持ちをね。三室さんどこ
わ、この夏の青空とこの大鳥居のこのショットが、うん、むっちゃ気持ち高まりますわ。すごいね。この雲のあの白い感じも、うん、最高っすね。こちら、白玉屋、白玉屋、白玉屋、英寿という、お店でございまして。ね、白玉英寿。はい。三室もなか。ちょっとね、まあ、大宮さんあるんですけど。だってもなか一本でやってるもんね。そうなんですよ。あ、生で入ってる。いただきます。いいですか、三室って書いてる。白玉屋。いただきます。めちゃくちゃザ・もなかやね。これもなかの代表やわ。うわっ。うまや。うまや。うん。このもなかの生地。うん。香りが。あのサクッと系じゃないですね、うん、しっとり系の。これあんこ美味しいな。こしあんのね、うん、美味しい。粒、うん、ほんまの甘み。粒あんじゃない、こしあん。いや、粒っすね。いやでもこしあん、こしあん並みに、こしあん並みに彷彿とさせるぐらい粒が優しい、うん、なんかほんまの甘み、うんうん、これがほんまの甘みなのかね、自然も。わかる。いやこれまた奈良の山と風を感じて、今涼しい、日陰めっちゃ涼しいやん、な夏の奈良いいですわ、うん、うわこれ日本ですな、うん、ならええわ。結構全部やりましたね。全部やったね。スイーツまで行けたんで。このチャンネルではですね、西成の店や西成のイベント情報やお笑いの情報とかお笑いの活動とか、週3回、更新してますので、ぜひチャンネル登録と、グッドボタンと高評価いただけましたら、コメントとかいただけましたら、励みになります。全部嘘ですね、今の話。嘘です。そらうわ、雲行き怪しなってる。やばい。西成、西成、西成チャンネル。